何しに来たんだよって話。確かに。まあ、でもタワーオブトレアはもうまさしくそれだから、見てねえもん、しょっちゅうも。ただただ、もう上下に揺さぶられてただけでも、緊迫されて。焦点をさ、どこに合わせていいか分かんなくなる時ない？あるけど、それがさ、あのグワッとこう来る時ない？なんか、あ、あるあるある、あるでしょ、ある、うん、あれ怖いっしょ、なんか吸い込まれそうな感覚がさ、あー確かに、見なきゃだってそうなんないよ、目としてなんかものすごく遠くを見てるようなさ、目の焦点になってみたり、ものすごく近くを見てるような焦点になってみたり、真っ暗だピンと合わせようとしてさ、この先にでも結局見れねえじゃん、何でもいい、まあでもいい、見えでもこうやって自分の手こうやって動くとさ、自分の手が光を発してるんだったら話は別に、
いしょ。ちょっと寒いかも。表からくるっと。うん、あれ財布？あれ？あれか。夏休みだからあれなんだね、多いよね多少は。だってさっきも子供とお母さん出てきたよ、小学生ぐらいの子だ。それがうんこしてる。だからそううんこってさ、従ってください。待ってください。こっちね。だってさ、わざわざあっち回んのもさ。いやだってその後に向こう行ってくださいって言われたらどうするの。バックするしかないじゃん。近かったかも。いつもじゃねえか。いつもそれ言うよね。なんか近くない。大丈夫かな。満タンで現金でお願いします。はい、窓を封じてください。あ、じゃあ前置きで GPS を受信できません。いや、本当に忘れてた。
らないよ、ダビに聞いてる。でも当面目指した方がいいんだよね。知らねえ。ダビに聞いてる。30分ほどに聞くじゃん。ダビは、いや俺が Google マップで